キリギリス、太宰治、お別れいたします。あなたは嘘ばかりついていました。私にも行けないところがあるのかもしれません。けれども私は私のどこが行けないのかわからないの。私ももう24です。この年になってはどこがいけないと言われても私にはもう治すことができません。一度死んで、 キリスト様のように復活でもしないことには治りません。自分から死ぬということは一番の罪悪のような気もいたしますから、私はあなたとお別れして私の正しいと思う生き方でしばらく生きて努めてみたいと思います。私にはあなたが怖いのです。きっとこの世ではあなたの生き方の方が正しいのかもしれません。けれども私には それでは、とても生きていけそうもありません。私があなたのところへ参りましてから、もう5年になります。19の春に見合いをして、それからすぐに私は、ほとんど身一つであなたのところへ参りました。今だから申しますが、父も母も、この結婚には、ひどく反対だったのでございます。弟も、あれは、大学へ入ったばかりの頃でありましたが、 姉さん、大丈夫かいとうとう、ませたことを言って、不機嫌な様子を見せていました。あなたが嫌がるだろうと思いましたから、今日まで黙っておりましたが、あの頃、私には他に二つ、縁談がございました。もう記憶も薄れているほどなのですが、お一人は、何でも、定大の放火を出たばかりの、お坊ちゃんで外交官志望とやら聞きました。 お写真も拝見しました。楽天からしい晴れやかな顔をしていました。これは池袋の大師さんのご推薦でした。もう一人のお方は父の会社に勤めておられる30歳近くの義士でした。5年も前のことですから記憶もはっきりいたしませんが、何でも大きい家の総量で人物もしっかりしているとやら聞きました。 父のお気に入りらしく、父も母も、それは熱心に、指示していました。お写真は、拝見しなかった、と思います。こんなことはどうでもいいのですが、また、あなたに、ふふんと笑われますと、辛いので、記憶しているだけのことを、はっきり申し上げました。今、こんなことを申し上げるのは、決して、あなたへの嫌がらせのつもりでも何でもございません。それは、 お信じください。私は困ります。他のいいところへお嫁に行けばよかったうと、そんな不定な、バカなことは、微塵も考えておりませんのですから。あなた以外の人は、私には考えられません。いつもの調子で、お笑いになると、私は困ってしまいます。私は本気で、申し上げているのです。おしまいまでお聞きください。あの頃も、今も、 私は、あなた以外の人と結婚する気は少しもありません。それは、はっきりしています。私は子供の時から、ぐずぐずが何より嫌いでした。あの頃、父に、母に、また池袋の大師さんにも、いろいろ言われ、とにかく見合いだけでもとうと、勧められましたが、私にとっては、見合いもお祝言も同じもののような気がしていましたから、 軽々と返事はできませんでした。そんなお方と結婚する気は、まるっきりなかったのです。みんなの言うように、そんな、申し分のないお方だったら、ことさらに私でなくても、他に良いお嫁さんが、いくらでも見つかることでしょうし、なんだか張り合いのないことだと思っていました。この世界中に、などと言うと、あなたは、すぐお笑いになります。私でなければ、 お嫁に行けないような人のところへ行きたいものだと私はぼんやり考えておりました。ちょうどその時にあなたの方からのあのお話があったのでした。随分乱暴な話だったので父も母も初めから不機嫌でした。だってあの骨董屋の田島さんが父の会社絵画を売りに来て礼のおしゃべりを散々した挙句の果てにこの画の作者は今にきっと ものになります。どうですお嬢さんをとうと不謹慎な冗談を言い出して、父はいい加減に聞き流し、とにかくがだけは買って会社の応接室の壁にかけておいたら、二酸化して、また田島さんがやってきて、今度は本気に申し込んだというじゃありませんか。乱暴だわ。お死者の田島さんも田島さんなら、その田島さんにそんなことを頼む男も男だ、と父も母も呆れていました。 でも、後で、あなたにお伺いして、それは、あなたの全然ご存じなかったことで、すべては田島さんの忠義な一存からだったということが、わかりました。田島さんには、随分お世話になりました。今の、あなたのご出世も、田島さんのおかげよ。本当に、あなたには、商売を離れて尽くしてくださった。あなたを見込んだというわけね。これからも、 田島さんを忘れてはいけません。あの時、私は田島さんの無鉄砲な申し込みの話を聞いて、少し驚きながらも、ふっとあなたにお会いしてみたくなりました。なんだか、とても嬉しかったの。私は、ある日こっそり父の会社にあなたの画を見に行きました。その時のことを、あなたにお話申したかしら。 私は父に用事のあるふりをして応接室に入り、一人でつくづくあなたの画を見ました。あの日はとても寒かった。日の気のない広い応接室の隅にブルブル震えながら立ってあなたの画を見ていました。あれは小さい庭と日当たりのいい縁側の画でした。縁側には誰も座っていないで白い座布団だけが一つ置かれていました。 青と黄色と白だけの画でした。見ているうちに私はもっとひどく立っていられないくらいに震えてきました。この画は私でなければわからないのだと思いました。真面目に申し上げているのですからお笑いになってはいけません。私はあの画を見てから二三日夜も昼も体が震えてなりませんでした。どうしてもあなたのとこへ お嫁に行かなければ、と思いました。はすはなことで、体が燃えるように恥ずかしく思いましたが、私は母にお願いしました。母は、とても嫌な顔をしました。私はけれども、それは覚悟していたことでしたので、諦めずに、今度は直接、田島さんにお返事いたしました。田島さんは大声で、偉い、とおっしゃって立ち上がり、 椅子につまずいて転びましたが、あの時は私も田島さんもちっとも笑いませんでした。それからのことはあなたもよくご承知のはずでございます。私の家ではあなたの評判は日が経つにつれていよいよ悪くなる一方でした。あなたが瀬戸内海の故郷から親にも無断で東京へ飛び出してきてご両親はもちろん親戚の一言ごとくが あなたに愛想づかしをしていること、お酒を飲むこと、展覧会に一度も出品していないこと、左翼らしいということ、美術学校を卒業しているかどうか怪しいということ、その他たくさん、どこで調べてくるのか、父も母も様々な事実を私に言い聞かせて叱りました。けれども、田島さんの熱心な取りなしで、どうやら見合いまでにはこぎつけました。千引き屋の2階に、 私は母と一緒に参りました。あなたは私の思っていた通りのお方でした。ワイシャツの袖口が清潔なのに感心いたしました。私が紅茶の皿を持ち上げた時意地悪く体が震えてスプーンが皿の上でカチャカチャなってひどく困りました。家へ帰ってから母はあなたの悪口を一層強く言っていました。 あなたがタバコばかり吸って母にはろくに話をしてあげなかったのが何よりいけなかったようでした。人相が悪いということもしきりに言っていました。見込みがないというのです。けれども私はあなたのところへ行くことに決めていました。ひとすねてとうとう私が勝ちました。田島さんとも相談して私は ほとんど身一つであなたのところへ参りました。ヨドバシのアパートで暮らした2カ年ほど私にとって楽しい月日はありませんでした。毎日毎日明日の計画で胸がいっぱいでした。あなたは展覧会にも大家の名前にも天で無関心で勝手ながばかり書いていました。貧乏になればなるほど私は続ぞ々くぞく変に嬉しくて 七夜にも、古本屋にも、遠い思い出の故郷のような懐かしさを感じました。お金が本当に何もなくなった時には、自分のありったけの力を試すことができて、とても張り合いがありました。だって、お金のない時の食事ほど楽しくて、美味しいのですもの。次々に私は、いいお料理を発明したでしょう。今は、ダメ。 何でも欲しいものを買えると思えば、何の空想も湧いてきません。市場へ出かけてみても私は、虚無です。よそのおばさんたちの買うものを、私も同じように買って帰るだけです。あなたが急にお偉くなって、あのヨドバシのアパートを引き上げ、好みた課長の家に住むようになってからは、楽しいことが何にもなくなってしまいました。 私の腕の古いどころがなくなりました。あなたは急にお口もお上手になって、私を一層大事にしてくださいましたが、私は自身がなんだか飼い猫のように思われて、いつも困っておりました。私は、あなたをこの世で立身なさるお方とは思わなかったのです。死ぬまで貧乏で、わがまま勝手ながばかり書いて、世の中の人みんなに嘲笑せられて、 けれども平気で誰にも頭を下げず、たまには好きなお酒を飲んで一生、俗世間に汚されずに過ごしていくお方だとばかり思っておりました。私は、馬鹿だったのでしょうか。でも、一人くらいは、この世に、そんな美しい人がいるはずだ、と私は、あの頃も、今もなお信じております。その人の額の月桂樹の冠は、他の誰にも見えないので、 きっとバカ扱いを受けるでしょうし、誰もお嫁に行ってあげてお世話しようともしないでしょうから、私が行って一生お仕えしようと思っていました。私は、あなたこそ、その天使だと思っていました。私でなければ、わからないのだと思っていました。それが、まあ、どうでしょう。急に、なんだか、お偉くなってしまって。私は、どういうわけだか、 恥ずかしくてたまりません。私は、あなたのご出世を憎んでいるのではございません。あなたの不思議なほどに悲しいがが、ひひとひと多くの人に愛されているのを知って、私は神様に舞いお礼を言いました。泣くほど嬉しく思いました。あなたがヨドバシのアパートで2年間、気の向くままに、お好きなアパートの裏庭を描いたり、深夜の新宿の街を描いて、 お金がまるっきりなくなった頃には田島さんが来て、二三枚の画と交換に十分のお金を置いていくのでしたが、あの頃は、あなたは田島さんに画を持って行かれることが、ひどく寂しいご様子で、お金のことになど、点で無関心でありました。田島さんは、クルドごとに私を、こっそり廊下へ呼び出して、どうぞ、よろしく、と決まったように真面目に言ってお辞儀をし、 白い格封筒を私の帯の間に突っ込んでくださるのでした。あなたはいつでも知らん顔をしておりますし、私だってすぐその格封筒の中身を調べるようないやしいことはいたしませんでした。なければないでやっていこうと思っていたのですもの。いくらいただいたとあなたに報告したこともありません。あなたを汚したくなかったのです。本当に。 私は一度だって、あなたにお金が欲しいの、有名になってくださいの、とお願いしたことはございませんでした。あなたのような、口下手な、乱暴なお方は、ごめんなさい、お金持ちにもならないし、有名になど決してなれるものでないと私は、思っていました。けれども、それは、見せかけだったのね。どうして、どうして。田島さんが古典の相談を持って来られた時から、 あなたは、なんだか、おしゃれになりました。まず、歯医者へ通い始めました。あなたは虫歯が多くて、お笑いになると、まるでおじいさんのように見えましたが、けれどもあなたは、ちっとも気になさらず、私が、歯医者へおいでになるようにおすすめしても、いいよ、歯がみんな無くなりゃあそういればにするんだ、金歯を光らせて女の子に好かれたってしようがない、とうとう冗談ばかりおっしゃって、 一向に歯のお手入れをなさらなかったのに、どういう風の吹き回しか、お仕事の合間、合間にちょいちょいと出かけていっては、一本二本と金歯を光らせてお帰りになるようになりました。こら、笑ってみろ、と私が言ったら、あなたはひげもじゃの顔を赤くして、田島の奴がうるさく言うんだ、と珍しく清弱いくちょうで弁解なさいました。古典は、 私がヨドバシへ参りましてから2年目の秋に開かれました。私は嬉しゅうございました。あなたの画が一人でも多くの人に愛されるのに、なんで嬉しくないことがありましょう。私には千見の名があったのですものね。でも新聞でもあんなにひどく褒められるし、出品の画が,が全部売り切れたそうですし、有名な大家からも手紙が来ますし、 あんまり良すぎて私は恐ろしい気がいたしました。会場へ見に来いとあなたにも田島さんにもあれほど強く言われましたけれど私は全身震えながらお部屋で編み物ばかりしていました。あなたのあの画が,が20枚も30枚もずらりと並んでそれを体制の人たちが眺めているありさまを想像してさえ私は泣きそうになってしまいます。 こんなに、いいことが、こんなに早く来すぎては、きっと、何か悪いことが起こるのだとさえ、考えました。私は、毎夜、神様に、お詫びを申しました。どうか、もう、幸福は、これだけでたくさんでございますから、これからのち、あの人が病気などなさらぬよう、悪いことの起こらぬよう、お守りください、と念じていました。あなたは毎夜田島さんに誘われて、 方々の大化のところへ挨拶に参ります。翌朝お帰りのこともございましたが、私は別に何とも思っていないのに、あなたはそれは詳しく前夜のことを私に語ってくださって、何先生はどうだとか、あれは愚物だとか、無口なあなたらしくもなく、随分つまらぬおしゃべりを始めます。私はそれまで2年、 あなたと暮らして、あなたが人の陰口を叩いたのを伺ったことが一度もありませんでした。何先生は、どうだって、あなたは優位な独尊のお態度で、点で無関心のご様子だったではありませんか。それに、そんなおしゃべりをして、前夜はあなたに何の後ろ暗いところもなかったということを、私に納得させようとお勤めになっておられるようなのですが、 そんな気弱な遠回しの弁解をなさらずとも、私だって、まさか、これまで何も知らずに育ってきたわけでもございませんし、はっきりおっしゃってくださった方が、一日くらい苦しくても、あとは私は帰って楽になります。所詮は生涯の女房なのですから。私は、その方のことでは、男の人を、あまり信用しておりませんし、また、めちゃに疑ってもおりません。 その方のことでしたら、私はちっとも心配しておりませぬし、また笑ってこらえることもできるのですけれど、他にもっと辛いことがございます。私たちは急にお金持ちになりました。あなたもひどくお忙しくなりました。二課会から迎えられて会員になりました。そうしてあなたはアパートの小さい部屋を恥ずかしがるようになりました。 田島さんもしきりに引っ越すように進めて、こんなアパートにいるのでは、世の中の信用もいかがと思われるし、第一画の値段が、いつまでも上りません。一つ奮発して大きい家を、お借りなさい、と、嫌な秘策を授け、あなたまで、そりゃあそうだ、こんなアパートにいると、人が馬鹿にしやがる、とうと下品なことを意気込んで言うので、私はなんだか、ぎょっとして、ひどく寂しくなりました。 田島さんは自転車に乗って方々を走り回り、この三鷹町の家を見つけてくださいました。年の暮れに私たちは、ほんのわずかなお道具を持って、この嫌に大きいお家へ引っ越して参りました。あなたは私の知らぬ間にデパートへ行って何やらかやら立派なお道具を、本当にたくさん買い込んで、その荷物が次々とデパートから配達されてくるので、 私は胸が詰まって、それから悲しくなりました。これではまるで、そこらにたくさんある当たり前の成り金と少しも違っていないのですもの。けれども私は、あなたに悪くて、勤めて嬉しそうにはしゃいでいました。いつの間にか私は、あの、嫌な、奥様、みたいな形になっていました。あなたは、女中をこうとさえ言い出しましたけれど、それだけは、 私は何としても嫌で反対いたしました。私には人を使うことができません。引っ越してきてすぐにあなたは年賀状を移転通知を兼ねて300枚もすらせました。300枚。いつの間にそんなにお知り合いができたのでしょう。私にはあなたが大変な危うい綱渡りを始めているような気がして恐ろしくてなりませんでした。 今に、きっと、悪いことが起こる。あなたは、そんな俗な交際などなさって、それで成功なさるようなお方ではありません。そう思って、私は、ただ腹晴らして、不安な一日一日を送っていたのでございますが、あなたはつまずかぬばかりか、次々といいことばかりが起こるのでした。私が間違っているのでしょうか。私の母も、 ちょいちょい、この家へ訪ねてくるようになって、その度ごとに、私の着物やら貯金帳やらを持ってきてくださって、とても機嫌がいいのです。父も、会社の応接間の顔を、はじめは嫌がって会社の物置にしまわせていたのだそうですが、今度は、それを家へ持ってきて、額縁もいいのに変えて、父の書斎にかけているのだそうです。池袋の大師さんもしっかりおやりとうと、 お手紙をくださるようになりました。お客様も随分多くなりました。応接間がお客様でいっぱいになることもありました。そんなとき、あなたの陽気な笑い声がお台所まで聞こえてきました。あなたは本当におしゃべりになりました。以前あなたはあんなに無口だったので、私は、ああ、このお方は何もかもわかっていながら、 何でもみなつまらないからこんなにいつでも黙っておられるのだとばかり思い込んでおりましたがそうでもないらしいのねあなたはお客様の前でとてもつまらないことをおっしゃっておられます前の日にお客様から伺ったばかりのがの論をそっくりそのままご自分の意見のようにしかつめらしく述べていたりまた私が小説を読んで感じたことをあなたに ちょっと申し上げると、あなたはその翌日、すましてお客様に、もうパスさんだって、やはり信仰には、怯えていたんだね、なんて私の愚論をそのままお聞かせしているものですから、私はお茶を持って応接間に入りかけて、あまり恥ずかしくて立ちすくんでしまうこともありました。あなたは、以前は、何にも知らなかったのね。ごめんなさい。私だって、 何にも、ものを知りませんけれども、自分の言葉だけは、持っているつもりなのに、あなたは、全然、無口か、でもないと、人の言ったことばかりを口真似しているだけなんですもの。それなのに、あなたは不思議に成功なさいました。その年の西名の川、は、新聞社から詳さえもらって、その新聞には、なんだか恥ずかしくて言えないような最大級の惨事が並べられておりました。 ここを、製品、試作、優秀、祈り、シャバンヌ、その他いろいろございました。あなたは、後でお客様とその新聞の記事についてお話しなされ、割合、当たっていたようだね、とうと平気でおっしゃっておられましたが、まあ何ということをおっしゃるのでしょう。私たちは製品ではございません。貯金帳をご覧に入れましょうか。 あなたは、この家に引っ越してきてからは、まるで人が変わったように、お金のことを口になさるようになりました。お客様に顔を頼まれると、あなたは、必ずお値段のことを悪びれもせずに、言い出します。はっきりさせておいた方が、後でいざこざが起こらなくて、お片身に気持ちがいいからね、などと、あなたはお客様におっしゃっておられますが、私はそれを小耳に挟んで、 やはり嫌な気がいたしました。なんでそんなにお金にこだわることがあるのでしょう。言いがさえ書いていれば、暮らしの方は自然にどうにかなっていくものと私には思われます。いいお仕事をなさって、そうして誰にも知られず貧乏でつつましく暮らしていくことほど楽しいものはありません。私はお金も何も欲しくありません。 心の中で遠い大きいプライドを持ってこっそり生きていたいと思います。あなたは私の財布の中までお調べになるようになりました。お金が入るとあなたはあなたの大きい財布とそれから私の小さい財布とにお金を分けてお入れになります。あなたの財布には大きいお札を5枚ばかり、私の財布には 大きいお紙幣1枚を4つに畳んでお入れになります。あとのお金は郵便局と銀行へお預けになります。私はいつでもそれをただ旗で眺めています。いつか私が貯金帳を入れてある書棚の引き出しの鍵をかけるのを忘れていたら、あなたはそれを見つけて困るねと、しから不機嫌に私にお小言を言うので、 私は、げっそりいたしました。画廊へ、お金を受け取りにおいでになれば、三日目くらいにお帰りになりますが、そんな時でも、深夜、酔ってガラガラと玄関の戸を開けて、お入りになるや否や、おい、三百円余してきたぞ、調べてみなさい、とうと悲しいことをおっしゃいます。あなたのお金ですもの、いくらお使いになったって平気ではないでしょうか。 たたままにに、は気晴らしうとととお金を使いいくなるることもあるだろうと思います。みんな使うと私ががっかりするとでも思っておられるのでしょうか。私だってお金のありがたさは存じていますがでもそのことばかり考えて生きているのではございません。300円だけ残してそうして得意顔でお帰りになるあなたのお気持ちが私には寂しくてなりません。 私はちっともお金を欲しく思っていません。何を買いたい、何を食べたい、何を見たいとも思いません。家の道具も大抵廃物利用で間に合わせておりますし、着物だって染め直し、縫い直しますから一枚も買わずに済みます。どうにでも私はやっていきます。手拭いかけ一つだって私は新しく買うのは嫌です。 無駄なことですもの。あなたは時々私を市内へ連れ出して高い品料理などをご馳走してくださいましたが私にはちっとも美味しいとは思われませんでした。なんだか落ち着かなくておっかなびっくりの気持ちで本当にもったいなくて無駄なことだと思いました。300円よりも品料理よりも私にはあなたがこの家のお庭に ヘチマの棚を作ってくださった方がどんなに嬉しいかわかりません。八丈間の縁側にはあんなに西日が強く当たるのですからヘチマの棚をお作りになるときっと具合がいいと思います。あなたは私があれほどお願いしても植木屋を呼んだらいいとかおっしゃってご自分で作ってはくださいません。植木屋を呼ぶなんてそんなお金持ちの真似は 私は嫌です。あなたに作っていただきたいのに、あなたは、よし、よし、来年は、とうとうおっしゃるばかりで、とうとう今日まで作ってはくださいません。あなたは、ご自分のことでは、ひどく、無駄遣いをなさるのに、人のことには、いつでも知らん顔をなさっております。いつでしたかしら、お友達の天宮さんが、奥さんのご病気で困って、 ご相談にいらしたとき、あなたはわざわざ私を応接間にお呼びになって、家に今お金があるかい。と真面目な顔をしてお聞きになるので、私はおかしいやら、馬鹿らしいやらで困ってしまいました。私が顔を赤くして、もじもじしていると隠すなよ、そこらをかき回したら20円くらいは出てくるだろう、と私にからかうようにおっしゃるので、 私はびっくりしてしまいました。たった20円。私はあなたの顔を見直しました。あなたは私の視線を片手で払いのけるようにしていいから僕に貸しておくれ、ケチケチするなよとおっしゃって、それから天宮さんの方に向かってお互い、こんな時には貧乏はつらいねと笑っておっしゃるのでした。私は、 あきれて何も申し上げたくなくなりました。あなたは製品でも何でもありません。優秀だなんて今のあなたのどこにそんな美しい影があるのでしょう。あなたはその反対のわがままな楽天家です。毎朝洗面所で置いとこそうだよなんて大声で歌っておられるではありませんか。私はご近所に恥ずかしくてなりません。 祈り、シャバンヌ、もったいないと思います。ここをだなんて、あなたは、お取り巻きの方のお対象の中でだけ生きているのにお気が付かれないのですか。あなたは、家へおいでになるお客様たちに先生と呼ばれて、誰彼の顔、片端からやっつけて、いかにも自分と同じ道を歩む者は誰もないようなことをおっしゃいますが、もし本当にそう思いなら、そんなにやたらに、 人の悪口をおっしゃってお客様たちの同意を得ることなど、いらないと思います。あなたは、お客様たちから、その場限りのご賛成でも得たいのです。なんでここなことがありましょう。そんなに来る人、来たる人に感服させなくても、いいじゃありませんか。あなたは、とても嘘つきです。昨年、西名から脱退して、新ロマン派とやらゆう団体を、 お作りになる時だって、私は一人でどんなに惨めな思いをしていたことでしょう。だって、あなたは影であんなに笑って、馬鹿にしていたお方たちばかりを集めて、あの団体をお作りになったのでございますもの。あなたには、まるでご提見がございません。この世では、やはり、あなたのような生き方が正しいのでしょうか。 カ西さんがいらしたときには、お二人で、天宮さんの悪口をおっしゃって、憤慨したり、嘲笑したりしておられますし、天宮さんがおいでのときは、天宮さんに、とても優しくしてあげて、やっぱり友人は君だけだと、と、嘘とは、とても思えないほど感激的におっしゃって、そうして、今度はカ西さんのご態度について非難を、お始めになるのです。世の中の成功者とは、 みんな、あなたのようなことをして暮らしているものなのでしょうか。よくそれで、つまずかずに生きていけるものだと、私は、そら恐ろしくも、不思議にも思います。きっと、悪いことが起こる。起こればいい。あなたのおためにも、神の実証のためにも、何か一つ悪いことが起こるように、私の胸のどこかで祈っているほどになってしまいました。けれども、 悪いことは起こりませんでした。一つも起こりません。相変わらず、いいことばかりが続きます。あなたの団体の、第一回の展覧会は、非常な評判のようでございました。あなたの、菊の花の絵は、いよいよ心境が済み、高潔な愛情が福育とによっているとか、お客様たちから、大噂を受けたまわりました。どうして、そういうことになるのでしょう。 私は不思議でたまりません。今年のお正月にはあなたはあなたのがの最も熱心な支持者だというあの有名なお井先生のところへ5年始に初めて私を連れて参りました。先生はあんなに有名な大家なのにそれでも私たちの家よりもお小さいくらいのお家に住まわれておられました。あれで本当だと思います。 でっぷり太っておられて、てこでも動かない感じであぐらをかいて、そうしてメガネ越しにじろりと私を見る、あの大きい目も本当に孤高なお方の目でございました。私はあなたの顔を初めて父の会社の寒い応接室で見た時と同じように、細かく体が震えてなりませんでした。先生は実に単純なことばかり、ちっともこだわらずにおっしゃいます。 私を見て、おう、いい奥さんだ、お武家育ちらしいぞ、と冗談をおっしゃったら、あなたは真面目に、はあ、これの母が士族でして、などといかにも誇らしげに申しますので、私は冷や汗を流しました。母が、なんで士族なものですか。父も、母も、根っからの平民でございます。そのうちに、あなたは、人におだてられて、これの母は家族でして、 とととううううおっしししゃるるようにななのではないでではいいいょうかそら恐ろしいことでございます先生ほどのお方でもあなたの全部のインチキを見破ることができないとは不思議であります。世の中はみんなそんなものなのでしょうか。先生はあなたのこの頃のお仕事をさぞ苦しいだろうと言ってしきりにいたわっておいでになりましたが私はあなたの毎朝のおいとこそうだよ。 という歌を歌っておいでになるお姿を思い出し、何が何だかわからなくなり、しきりにおかしく、吹き出しそうにさえなりました。先生のお家から出て、一丁も歩かないうちに、あなたは砂利を蹴って、知恵。女には、甘くて嫌がら、とおっしゃいましたので、私はびっくりいたしました。あなたは、卑劣です。たった今まで、あのお立花先生の前で、 ペコペコしていらしたくせに、もうすぐ、そんな陰口を叩くなんて、あなたは、きちがいです。あの時から、私は、あなたと、お別れしようと思いました。この上、こらえていることができませんでした。あなたは、きっと、間違っております。災いが、起こってくれたらいい、と思います。けれども、やっぱり、悪いことは起こりませんでした。 あなたは田島さんの昔のご恩をさえ忘れた様子で、田島のバカがまた来やがった、とうとうお友達におっしゃって、田島さんもそれをいつの間にかご存知になったようで、ご自分から田島のバカがまた来ましたよ、なんて言って笑いながら、のこのこ勝手口からお上がりになります。もうあなたたちのことは私にはさっぱりわかりません。人間の誇りが、 一体、どこへ行ったのでしょう。お別れいたします。あなたたちみんな、ブルになって、私をからかっておられるような気さえいたします。先日あなたは、新ロマン派の自極的意義とやらについて、ラジオ放送をなさいました。私が茶の間で勇敢を読んでいたら、不意にあなたのお名前が放送せられ、続いてあなたのお声が。私には、 他人の声のような気がいたしました。何という不潔に濁った声でしょう。嫌なお人だと思いました。はっきりあなたという男を遠くから批判できました。あなたはただのお人です。これからもずんずんうまく出世をなさるでしょう。くだらない。私の今日あるわというお言葉を聞いて私はスイッチを切りました。 一体、何になったおつもりなのでしょう。恥じてください。今日あるわ、なんて恐ろしい無知な言葉は、二度と、再び、おっしゃらないでください。ああ、あなたは早くつまずいたら、いいのだ。私は、あの夜、早く休みました。電気を消して、一人で仰向けに寝ていると、背筋の下で、コオロギが懸命に泣いていました。縁の下で鳴いているのですけれど、 それが、ちょうど私の背筋の真下あたりで泣いているので、なんだか私の背骨の中で小さいキリギリスが泣いているような気がするのでした。この小さい、かすかな声を一生忘れずに、背骨にしまって生きていこうと思いました。この世では、きっと、あなたが正しくて、私こそ間違っているのだろうとも思いますが、私には、どこが、どんなに間違っているのか、 どうしても、わかりません。定本。キリギリス、新潮文庫、新潮社。1974、昭和49、年9月30日発行。1988、昭和63、年3月15日29冊開版。2001、平成13、年5月5日53ずり。初出、新潮。 1940昭和15年11月号入力土屋隆史厚生鈴木厚史2005年12月2日作成青空文庫作成ファイルこのファイルはインターネットの図書館青空文庫 http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました入力 構成・制作にあたったのはボランティアの皆さんです。